はい、吉祥寺の花屋、花心のさゆさです。冬にポインセチアを枯らしてしまった人、手を挙げてください。はい、僕も枯らしました。ポインセチアの枯れる原因、葉っぱがしおってなってどんどん落ちていってしまう原因は、もう寒さにあるんですよ。ポインセチア10度以下になってしまうと枯れてしまいます。すごい寒さに弱い。しかも夏は暑さにも弱い。でも常緑の低木になりますので、本来葉っぱはずっとつけているものになります。でもこうやって赤くするためには短日処理っていうのが必要なんですよ。で、短日処理っていうとなんか日が短いといいのかなって思うんですけれども、短日処理って実は夜が長いのが短日の処理になります。こうすると赤いのが出てきて、なのであれなんでしょう、だから冬に出てくる、日が短くなったから出てくる。でも外にやってると枯れちゃう。だからもう鉢でしか、もう外で多分見たことないと思うんですよね、この地植えで埋まってるところって。なのでポインセチアの正しい育て方は、室内でもう常に同じ温度にも暖房も効かせて育てるっていうのが正解になります。で、太陽も大好きで乾燥気味が好きなんですけれども、いわゆる成長、6月から、まあ11月前くらい、10月くらいまでですね、は成長期になるので、ある程度水をあげても大丈夫です。でも冬の時はもうほとんどあげなくて大丈夫、もう1ヶ月に1回2回くらいで十分ですので、ポインセチアを育てるコツ、まず1つ、10度以上を保つこと、そして暑すぎないこと、2つ、水をあげすぎないこと、そして3つ、太陽にしっかりあげてあげることで、土もやっぱり枯れてきちゃうと栄養が足んないのかって思っちゃうんですけど、もう赤玉土とかちょっと多めにして、水はけの良い土にしてあげる。栄養はそこまでいりません。なので、で栄養あげすぎちゃうとちょっと上にどんどん伸びていっちゃうので、こうやって低く楽しみたいものは栄養の少なめのものをやってください。ポインセチアを枯らした人、ぜひ室内の温度を一定にしてやってみてください。本日は以上になります。この動画が役に立ったと思ったらグッドボタン、そして、もっともっといろんな花の情報を知りたいよと思った方はぜひ登録ボタンよろしくお願いいたします。それにしてもこのポインセチアすごい立派っすね。これ結構でかい、いいっすね。いいよね。てかでもさっきなんか、枯らした人って佐久さん手挙げてましたけど、花屋なのに枯らしちゃったんですか？いや、違うんですよ、河合さん。花屋って一定以上の温度にしちゃうと切り花がダメになっちゃうんですよ。なのでできるだけ涼しくしてた方が花がすごい長持ちするんですよ。なので僕はすごい寒いんですけれども、耐えて耐えて着込んで涼しくしてお花をすごい長持ちさせようって、もうすごい努力してたんだ。Thank you.